沼津港は静岡県沼津市にある駿河湾に面する港湾。港湾管理者は静岡県。地方港湾、特定地域振興需要港湾に指定されている。主に大型船が停泊する外港と主に漁船が停泊する内港に分かれる。元は狩野川の右岸にあったが1933年4月、現在の内港が完成。 その後、船舶需要の増加に伴い、1970年外交が作られた。水揚げ量に関しては、静岡県では2位、全国で15から20位では16位の漁獲量がある。他にも沼津市には、戸田港などもあるが、沼津港ほどの漁獲量はない。沼津港沼津市中心街と沼津高校の東側、狩野川との間には寿司や海鮮料理等の飲食店が軒を連ねる。 沼津港から西方向には千本浜があり、千本松原と呼ばれる松林が続く。かつては沼津駅から沼津港の北東資金に所在した沼津港駅までの貨物専用線として沼津港線が通っていたが、1974年に廃線となった。2004年9月26日に展望施設を備えた大型水門、ビューオが竣工。 水門ピの重量470トン、高さ32メートル。東海地震の発生時には、津波被害を防ぐために閉まる。2007年11月には、港オアシス沼津として、国土交通省中部地方整備局の港オアシスに、登録。同月、水産複合施設、沼津お市場イノがオープンした。2009年には、商業施設、沼津港新船館が開業した。 かつては、伊豆箱根鉄道の西伊豆航路、戸田運送線の戸田航路など、伊豆半島方面の航路が存在したが、伊豆箱根鉄道は2003年に撤退、戸田運送線も2014年8月31日に定期航路を廃止した。その後、駿河湾フェリーが、戸田運送線が就航していた沼津戸田とい航路を復活する形で、2017年4月29日から、 繁忙期に限って運行を再開した。沼津駅から伊豆箱根バス、東海バスで10分。東名高速道路沼津インターチェンジ、または東駿河安環状道路沼津、岡宮インターチェンジから直線距離で7キロメートルほど。ありがとうございます。